当初はですね、東京からですね、沖縄まで聞いて、片道だけのね、切符を買ってきてですね、で、この辺ぐるぐる回ってから、船に乗ってね、こう、島伝いに鹿児島まで行って、そして青春18切符を使ってね、こういうふうに帰っていこうかなって計画していたわけなんですね。ところが、11月30日に来て、12月の初頭をね、こう旅してるとですね、海がしけていて、結局、久米島とかね、この本島しかね、旅できず、しかも雨が降ってですね、バス旅になってしまうみたいなね。もう一週間とかね、ずっとね、そんな天気が続くっていうことになってしまったわけですね。で、飛行機でね、こういう離島なんかに行こうかなと思ったんだけど、台湾に行く方が安かったんですね。急遽海外旅行に変更して、まあ、してしまいましたね。まあ、たまたまパスポートも持っていたんですね。このタイ、C、LCC タイガーエア、IT231 号1便、9時45分、時差がありますが、10時20分現地時間で着くというね、こんな感じで行くんですね。桃園市、桃園。日本語だとね、桃園市って昔言ってたみたいなんですけど、まあ、桃園市って読んじゃうよね。タオユエンにある国際空港。まあ、台北空港って言うのかもしんないけど、あ、台北空、うーん、台北にはないんですよね。まあいいや。ここの空港に行くということですね。な感じでね。これがね、那覇の空港ですね。那覇から、国際便に乗っていく。相変わらず、滑走が濡れてね、雨の沖縄でございます。この飛行機だったかちょっと忘れちゃいましたもうちょっがとね、ね、沖こ縄れ、に。なんかゆるキャラみたいなキャラクターがね、こういうとこにこう貼って、これ L、この飛行機に乗ったわけでございます。タイガーエアって言ったかな？これ、虎なんですかね？ちょっとわかんないですけどね。まあ、ここは虎柄になってますけどね。大阪のおばちゃんに似合いそうな、そんな飛行機でございます。晴れていればね、沖縄を旅したかったんですけども、時間を無駄に使いたくなかったので、今回は台湾旅行にピーチ代行もきまね、した。こう止まってますね。ピーチ安いんですけどね、自転車乗せるとね、なんかね、追加料金取られちゃうんですね。雨の沖縄、さよならですね。これ、タイガージェットのね、飛行機で乗って、これまだね、沖縄だと思います。雨の沖縄、さよならです。那覇空港、これ沖縄本島だと思います。相変わらずね、雲に覆われた大地。ねえ、まあ、海だけの景色だろうと思うけど、時々ね、島なんかも見ながら行きたいなと思っていましたが、そういうわけにもいかなく、雲の上のね、空を眺めつつのね、飛行機旅になってしまいましたね。台湾が見えてきましたよ。台湾自体行くのは初めてでしたね。台湾の大地が見えました。まあ、雲に囲まれてはいますがね、なんか田んぼのような畑のようなものが見えて、結構建物もね、結構建ってますね。
台湾タオユエン市タオユエンにあるタオユエン国際空港に到着いたします。そして空港に着きました。突然の眠くて突然の海外旅行の始まりに少し疲れてしまいましたね。バーガーキングで、台湾ドルの払い方を練習しながらね、ゆっくり過ごして駅から地下鉄に乗り込んだんですね。これが、空港の地下にあった地下鉄の駅で、これね、ソウルの地下鉄とかでも見た、ホームドアがね、こんな感じですね。アジアチックですね。まあ東京にも一部あるんですけどね、こういうとこから地下鉄に乗っていきます。地下鉄っていうか近郊電車っていうか、そんな感じだったと思いますけどね。MRT 国際線、東園なんだっけ、なんとかメトロですね。空港線でまずは台北駅に向かいます。どうしてもね、名前タオユエンって言ったっけ、ちょっと忘れちゃう、思い出せない。そして地下鉄に乗って移動しました。はい、台湾人は台湾のことをこう書く、こうも書くのかな。ワンっていう字はこういう字ですね。フォルモスっていう呼び方もあるんじゃないですかね。フォルモスっていう呼び方、台湾のことをフォルモスっていう言い方もあるみたい。ベアウティフル、ビューティフルアイラン、ビューティフルって書いてあるのかな。ベアウティフル、まあわかんねえ。ゲオグランティオブ台湾、よくわかんない。台湾がこうあってですね、タオユエンっていうのがこの、まあ県みたいなものだと思います。県。まあでも市ですね、特別市。県レベルの特別市があるわけですね。うん。そして、ここに飛行場があって、こっからこの MRT 空港線っていうやつ、タオユエンメトロ空港線っていうやつに乗るんですね。一部ね、隣のね、この行政区に入っていくんですけど、ここがですね、異様に長くて、形がこう、いびつになっている、英語で言うところの新台北なんだけど、新北市。新北市っていうのがね、こう、なんか入り組んでるんですね。こういうでっかいところがある。この新北市の中に独立してですね、この特別行政区の、特別市の台北市があって、その上にね、ジーロンという、ジーロン。日本語でキールンって読むんですけど、ジーロンっていうところがあります。昔ね、沖縄からね、このジーロンまでね、船があった時代がありましたね。フェリーがね、あったんですよ。で、まず台北駅までね、こんな感じで移動していって、台北で乗り換えて、またね、この新北のところを通って、ちょっとだけね、このジーロンっていうところを通ってから、また新北のところにあるね、これ、瑞宝って書いて、ルイファン。瑞宝と書いてルイファンっていう駅まで行きましたね。そうなんですね。この間の鉄道は大鉄って読むんだ。中間線のね、北段路線、ギラン線、ギランって読んだかな、忘れちゃった。ギラン、ここら辺にギランっていうところがあって、こっちの方に行く鉄道なんですね。そんな感じで移動していきます。こんな風にね。これはね、空港からね、台北に向かう地下鉄なんですが、途中ね、こうやってね、地上を走るんですね。
地上の景色をパッと見た時の印象ね。なんか緑が青々として、なんか北海道とかね、なんか南国に来たっていう印象はしないね。沖縄よりもなんか大地が青くふさふさしてますね。まあ気候的にはこれ12月に入ったばっかりなんですけども、日本が冬としたらこっちはまだ春みたいな、秋春みたいな感じなんですけども、まあ現地この同じこの車両に乗ってる人たちの服装を見るとやっぱりね、冬着なんですね。コートとかね、そういうの着てるんです。僕だけ半袖だったみたいな感じで、僕的には相対的にね、暖かかったんですけども、現地の人からしてみれば寒いっていう、そういう状況でございましたね。高架鉄道になっていてね、高架鉄道で、なんか最近作られたなっていう印象の交通システム。でも、新交通システム的ではなくて、運転手さんがいるタイプだったような気がするけど、よくわかんないですね。曇っているけれども、沖縄ほど雨が降っていない。せっかく来たのに晴れてもらいたかったけどね。まあ、ずっと、同じような気候なんでしょうかね。なんかね、でもね、雨がとどまっている感じでしたね。自分的には暑くて半袖だったけども、周りの人はコートまで着ている。夏よりも寒い。そう理解することにした。夏よりも寒い。そういうふうに理解することにしたんだね。夏よりは寒いけども、僕からすると暖かいみたいな、そんな感じです。この景色ね、高架鉄道になってるわけです。高架鉄道がこの高架的なところを通っていて、大地がね、こう、山が基本的にあって、この谷間になっているところがね、すごい谷になっているわけですね。そんなところにこう道路があって、脇にね、なんか工場のような、そういう建物、倉庫のような建物が並んでるっていう感じなんですね。これね、パッと見た時にね、日本のある景色に似てるなと思ったんですね。これ編集しての2021年、22年の1月なんですけども、最近ね、2021年の12月にね、九州に行ったんですけども、九州のね、飯塚から博多の方に行く路線に乗ったことがあるんですけどね、途中でこれに似た風景があったね。なんか自分が走ってるところが高くて、窓の外を見てたらこう谷があってですね、そう、こういう風な風景が似てるところがあったなっていう印象があります。基本的に交通はさ、これ、右側通行ですね。日本と逆ですね。こっち側をこっち側に走っていて、反対側を向こうに行くと、ソウルとかアメリカと一緒ですね。ちょっとね、都会の方までやってきました。現地がね、新北なのか、台北なのかちょっとわからないですけどね。まあ、こういう高層的なね、マンションみたいな建物があるっていうのは、ソウルとかね、アジアチックだなと思いましたね。まあ、日本にもないわけではないけど、この建物の文化が違いますね。こういう高層、こんな感じの建物は日本にはない感じですよね。やっぱなんかヨーロッパ調というか、アジア調っていうか、そんな感じがしますよね。ここにちょっと川がこう流れていて、
団地というかマンション的な建物、こっちはなんか団地っぽいよね。なんかこっちの方が寂れてて味わい深いなという感じがします。で、なんか倉庫のような建物があったりするんですね。基本的に、草木もあるんだけど、コンクリートジャングルみたいな、そんな感じがしますね。ここにね、なんかお寺のような建物があります。こういう建物がね、台湾を旅するときにね、結構ね、屋根のところにこういう風な飾りがあって特徴的でね、よく見かけるんですよね。僕がね、この様式の建物を初めて見たとき、何を思い出すかっていうとですね、浦島太郎の竜宮城なんですよ。浦島太郎の竜宮城をパッと思い出したときにね、あれはね、どこかなって考えたときに、日本の原風景の中にない風景だなっていうことは、なんかそういうイメージがあるんですね。あれはもしかしたら台湾の方の、文化の場所なんじゃないかなって、僕の中ではそういうふうに思いたくなってしまう。こういう景色を見るとそういうふうになってくるっていう印象ですね。なんか琉球の文化っていうのはそこら辺にあるんじゃないのかなっていう印象がしたんですね。こんなね、こっちよりは新しいんじゃないですかね。こういう高層的な建物だけど、見た感じオフィスっていうよりは人が住んでんじゃないのみたいな雰囲気がしますけど、実際どうなのかわかんないですけどね。こういう背の高い建物がびっしりと建っております。ここにはですね、なんか倉庫のような工場のような建物がびっしりと並んでおりますね。駐車場には車が止められております。このね、生活感がたまんないのよ。これはね、まあ高齢に比べたら低いですけど、でも高層的なね、いっぱい人が住んでるような、このね、ベランダはないけども、窓越しになんか生活感を感じますよね。初めての台湾ですからね、見るものすべてがね、僕的にはキラキラ輝いております。まあ見慣れるとキラキラしてないのかもしれませんけどね。こんなさ、高層マンションでさ、わざわざ天井の方にさ、こういう風に作るっていうのは日本の文化ではないよね。もう日本だったらもう最新の素材でさ、清潔感たっぷりポーンってなんか四角い建物を建てるところ、まあとんがったりするところとかね、あるけどね。でもこういうのはさ、こういうなんか、なんつうんだろうな、デジタルチックじゃないアナログ的な感じの建物はまず東京にはないかもしれないな。これはやっぱり日本文化じゃないような気がするね。異国を感じるね。異国を、ここに数字があるのはなんかわかるけど、ここは感じですね。なんか建物がね、斜めに立っていたり、なんかこの、なんだ、整理されてない感じがいいよね。逆にいいっていう感じですね。屋根にはね、こういう水道をためるタンクがね、ボン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 って立っておりますね。日本でもね、こういうのあるかもしれないけど、あんまり日本だと目立たないよね。こういうのはやっぱりニューヨークとか思い出すね。ニューヨークとかこういうの多い印象がありますけどね。まあ、そういう、文化的には外国の感じがするんだよね。屋上にこう木が生えてますね、よく見るとね。これもあんまり日本ではないよね。屋上の庭園
まあ、あるところにあるかもしれないけど、面白いなって僕は思いましたね。ここになんかグラウンドがあるんでしょうかね。サッカーの練習とかできそうな感じですね。また同じね、空港から台北に行く電車なんですけどね、景色が変わるんですよ。もう見るもの初めてだからね、全部にね、いろんなことを思いたくなっちゃう。ちょっとね、画面が荒い映像になってますが、ここね、なんか首都高速のようなね、高架道が見えるんですね。多分高速道路じゃないかなと思いますけど、ね、下にね、道路が走っていて、でもこの感じは日本にもあるけど、なんかこの青い柱とかね、なんか道路の作り方の文化がね、やっぱり違いますね。構造的には似たようなものあるんですけどね、こういうところに芝生がある、この高さもね、ちょっと日本ではあんまり見ない高さだな。まあちょっとね、事情、こっちのこ、まあ、地形の事情もあるのかもわかんないですけどね、まあ、こういうところになんか家庭菜園的なね、なんか緑がいっぱいあるようなところがある。まあ、ところどころにこういう高層マンションも建っているみたいな、そんな感じですね。マンションとは限らないですね。オフィスかもしれないですけど。このトラックもね、日本じゃ見ないトラックですよね。なんか外国のトラックっていう印象ですよね。まあ、ここもね、当たり前なんですけど、右側通行になっておりますね。これオフィスビルに見えますね。人が住んでるようなビルじゃないような、でもなんか庭園みたいなね、緑豊かで、なんかお金持ちがこの辺行き交うみたいな、そんな印象ですね。普通の一般道ですね。なんかバスが止まるところがあって、右側通行で交差点がある。なんかね、川みたいなのがありますね。なんかコンクリートに固められて暗渠になっている。なんか東京にもありそうだけど、やっぱり様式がね、違うね。日本、まあ、なんだろうな、僕の主観的な印象かなのかもしれませんけど、やっぱり日本じゃないなっていうのは、どこ、理屈なく伝わってくるような印象がするんですよね。基本的にここら辺は新しい建物が目立つような気がしますね。まあ建物自体に個性はあるんだけど、これとこれは同じ建物、なんかこれとこれも似たような感じで色が違う、色違いみたいな、同じ形の建物が複数あって、たまに違う建物もある。まあ同じ建設会社が、同じ人が いっぱい建ててんじゃないのかなみたいな印象がしてしまいますけどね。で、まただいぶ進んでますね。水辺がこう見えて、水にね、街並みがこう映っておりますね。タワーみたいなね、ビルがちょんちょんって立ってますけども、多分ね、今の川を挟んで、ね、台北と違うみたいな、教会のそういう川があったような気がしたんですけどね。スマホをね、オフラインにしてるんですよ。お金がかからないようにね。GPS で使えるね、地図アプリを見つけたんですね。それを起動してね、安そうな宿を探しているんですね。台北よりも北の方に見つけたので、
台北の駅から乗り換えてそっちの方に行くんですね。まあ、スマホのね、海外で使うっていうの初めてだったので、スマホ自体もね、使いはガラケーから切り替えたばっかりで、あんまりね、iFi もね、iFi もね、よくわかんなかったんです、この時。で、オフラインしてても、使えるアプリを見つけたんですよ。ね。GPS 経由のやつ。これは台北駅の地下の駅ですね。これはもう台北、台、あ、地下鉄の路線じゃなくて国鉄的なね、台湾鉄道、台湾なんだ、台鉄っていうやつですかね。これは特急電車の車両だと思います。僕が乗るのは特急券とかいらないやつですね。近郊電車的なやつだと思いますけど。5両目が止まるよみたいな感じだと思う。A サイドって書いてありますね。5番線っていう意味ではないと思いますね。特急電車は、ここに月来る電車が表示されてるのかな。地下のホームに、こうやってバラストっていうんですかね、砂利が敷いてあるって、日本だとあまりないかもしれないよね。地下はなんかコンクリートだけみたいなイメージが僕の中にはあるんですけど、まあ場所によってはあるかもしれないですけど、わかんないですけど。なんかね、やっぱりこれパッと見た時にさ、日本じゃないなって思う要素あるよね。まあ、ここに地下なのに砂利があるっていうのもなんか違うかなって僕は思うんですけど、台北駅でね、近い駅、ベンチがいっぱいあってね、みんな座っております。やっぱ電車のね、様式もね、若干どっか日本じゃないんじゃない、窓のこう形とかね、窓とドア屋の間のこういう隙間、この感じとかね、カラリング、まあステンレス車ですよね、基本的に。ステンレス車で色がついてる。なんかね、窓枠の形とかがなんか見慣れない感じがするよね。窓の閉める割合みたいな感じもちょっと違うような感じがするよね。日本の電車はもっと窓が大きかったりね、こういう形はしてない感じがするんだよね、イメージ的にね。この柱の感じもね、なんか日本にもあるかもしんないけど、ちょっと違う感じがするんですよね。台湾新北市、なんて読むのか忘れました。瑞穂区、宜蘭線っていうやつに乗って、瑞芳駅に着きました。ちょっとね、細かいところが気になる。多分またダメだ。今一瞬のところが見たかった。ダメだ。これがね、見たかったのも、多分これ瑞宝って書いてあるんだろうね。ちょっと文字が潰れててよく分かんなかったね。ここにも書いてある。瑞宝駅に到着。やっぱなんか、ステンレス車なんだけど、青い線が引いてって、日本には走ってない感じの様式ですよね。パッと見た感じ、何々線って言えないよね、これね。駅の感じですね。列車もね、右側通行だったと、あ、違う、列車はね、これね、どっち側通行だった
ったっけかな。昔ね、日本が作った鉄道をね、引き継いでるはずなんだよね。ちょっと忘れちゃいました。どっち側通行だったか。駅の周り、駅のプラットフォームにこう網があって、その外がね、もう町が すぐそこにあるっていう、遠くにこう山が見えております。瑞鳳駅ね、だんだん駅から足りない分払って、あ、だんだん駅分の切符で乗ったんだね。精算して足りない分払ったということです。なんかね、これがね、快速とか急行とかね、各駅停車よりはちょっと止まんないやつみたいな感じだったんじゃないかな。わかんないけど。この街はいい街並みでした。駅前のね、建物の感じ、街並みに佇まいに、なんかドキドキをしていたんです。建物がね、いい感じでした。瑞鳳という駅前でございます。雑居ビルっていうんですかね、まあ商業施設、古い味わい深いのが建っていて、まあ、マンション的なものもこう建っていて、ね。こう、すごいですよね、なんか。建物は基本的にでっかくみんな一緒に住むみたいな。で、タクシーは駅前に止まっておりますね。階段があって、駅を利用した人たちがね、こうやって街の方に向かっていくみたいな感じですね。駅前の広場があって、バスが止まっております。バスで直接ね、台北にも行けるような感じでしたね。看板があってね、漢字が並んでいて、基本的にこうやってね、背の高いビルが立ち並んでいるんです。どの建物もね、結構錆びれてますよね。このね、錆びれたままね、ずっと、新しい最近の清潔感のある建物にばっかりになってもらいたくないなっていうのは僕はありますね。バスは日本のバスと変わんないね。でもやっぱりさ、右側通行なんで、日本とは逆側にこうドアがあるっていうので、日本のバスは使えませんよね。そういう点じゃね。うん。まあ、こういうの、なんかコンビニみたいなね、作りの看板の商業施設とかね。ウェルカムって書いてあるけど、これは何だろう、スーパーかな、わかんないけどね、こんな感じですね。初日の夕食は気取って現地の食事に挑戦。ただの麺料理だったけれど、異国の味、まずくはないけれど、やっぱり僕は自転車漕ぎの疲れを取るためにもマクドナルドの方がいいなと思ってしまいましたね。春雨みたいな麺ですよね、見た感じ。一応ね、具がね、乗ってるんです。なんかうどんっぽいかな。うどんのような麺も入ってるような感じですかね。初めて言葉も通じずに、ね、指さしてこれを注文しました。ここはね、なんかね、小さなこういうレストランがいっぱいあるような、そういうところに入ってきましたね。初めての異国での食事でございます。でございます。難しいね。はいね、隣でもね、客が食べております。隣は隣で違う店だったような気がしますけどね。なんとか鉄焼きって書いてありますよね。鉄板でお好み焼き的なものかな、わかんないですけどね。言葉が通じないからね、なんて言っていいかわかんない。指さして注文できないやつは注文できないみたいなね。こっちにもね、いろんなレストランがあるんですよ。じゃあね、これ以降はまた次回ということにしましょうか。
村旅、旅377から376日目まで。あ、これ違うな。これ間違っておりますよね。これだとマイナスになっちゃうもんね。今更なんだよね。今更だよな。今更。今までずっと間違ってたんだね。今気がつきましたね。これね、23日間なんだけど、結局22日なんだよ。22日プラスすればいいわけですよね。9、22日、99だよね。これでいいんだよね。377日目も旅をしてるわけだから、22日間旅、こういうことですよね。ちょっと、前回、前々回の動画もこれで訂正いたします。今、訂正いたします。旅の方は399日目まで行きますね。前回何も気がつかずに説明しておりましたね。そういうことですよね。まあ、間違ってたとしたらまた訂正ということになります。とりあえず今はこのまま行きましょう。で、今回ね、那覇から来たわけですよ。ここら辺も終わって、前回はここまで来たわけです。那覇から今回飛んできて台湾に来てですね、ここね、今ね、わかんないんだよ。今までだとね、県レベルのところにここを書いてて、やっぱりね、県と同じところにこの市とかね、県とか書くべきなのか、いやー、ちょっとね、迷ってんの。この沖縄県のところに、こういうふうに書くべきなのか、沖縄県の中のこの市区町村のところに、こう書くべきなのか、ちょっとね、今迷い中なのよね。だから両方書いてる状態。本当はここに県があって、ここにはね、その、下のね、行政区が入れたいところなんだけど、今はちょっとね、だからここにね、瑞宝とかね、書くべきなんじゃないかなと思っているんだけど、どうしようか悩んでいるところでございます。ちょっとまたね、改良するかもしれませんが、今はこの状態で紹介していこうかな。とにかくね、那覇からですね、タオユエンというところの空港で降りて、台北市で乗り換えて、でね、細かいことを言うと、電車に乗っている間に、このギーロンっていうところを通り過ぎたみたいなんですけどね。で、台北と、タオユエンの間もね、この新北市っていうところ通ってるはずなんですよね。多分ね。で、最終的にこの新平っていうところに行って、今回泊まるという、そういう感じになっておりますね。まあ、都道府県の数は変わらないよね。日数の方が、ここがね、違うんだよな。99なんですよ。とりあえず沖縄県行きましたね。沖縄県那覇市ね。今回沖縄県内は21箇所、ここら辺まだね、作り中なの。まだここね、ソウルしかないけどね、作り中なの。ごめんなさい、
間に合わなかった。一応ねこれ作ったんだよね、こっちの方にね。一応ね作ったんだけどね、ここにここにね、タオユエン、タオユエン市があって、こっから電車に乗って、新北市の中を通って、台北に行って、で、新北市も通ったかもしれないけど、議論辞論の中を通って、また新北市に行くみたいな、そんな感じだったと思いますね。